じゃあ行くっすね。行くっすね。毎晩行ってるやつはそれ。それもういいって。え、挨拶にしようかなと思ったら。あ、そうなの？行くっすねって。毎晩行ってるやつ。毎晩ちゃんと言ってないよね。言ってって言うの。何言ってんの。ちょっとそれは良くないでしょ。俺正直ね、俺なんて言えない人みたいになっちゃうから俺それ。今日何やりたいかっていうと、改めて、いやなんかいきなり登場してもらったじゃん。いきなり動画に登場してもらって、なんだこいつって人もいると思うんだけど、意外と、多いだろうね。多くないってだから。多くないって。いやだから俺が出てほしいって言って出てもらってるんだけど、そのよくコメントとかで来るのが、実際妊娠した時本当に大変だったこととか、妊娠の時にあった出来事とか、その実際さ、あの報告した時の感じとか、あとは例えば今までその付き合ってた時何してたかとか、なんかすげえ聞かれるからさ、それをちょっと全部答えたいなっていう。あ、まあ質問コーナーしたけど、多分そっからなんか新しい人も増えてきてると思うから、それなんか改めてなんか大変だったこと、俺はよくわかんないから大変さが、ちょっと答えてほしいなっていう感じだね。っていうか何もねえな今日目の前。許されてるからさ、大悟さんにもらったやつ飲んでいい？もちろん感想教えて。まあ動画外でめっちゃこの人飲んでるんだけど。やめてほしい。めっちゃ。そんなこと言ったら良くないもんね。へえ、赤。さっき思ったけどさ、別に普通だと思ってるけど、ちょっとあれじゃん。ああ。なんか、はいはい、題名はできなそうだよね、その。あ、そういうことね。今まで話してないこととか、そのなんかいろいろあるじゃん。それをちょっと話したいなっていう感じで。深そう。え、深い？じゃあ週何回やってますかって。に。あ、に。あ、確かに。え、そんぐらいだよね。ああ、俺童貞キャラでやってる。そう。崩れちゃう。ああ、崩れちゃう。ああ。寝る時間バラバラだからさ。あ、そうだね。難しいよね。うん、俺はその何もしないんだけど。何それ。付き合わされてるの。あ、いや違う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 。的確かもしんないね、それ。なんで。週2って。あ、でもそれはちょっとなんか、じゃあ突っ込んだ質問たちはコメントで評判が良かったら、それだけでやるね、じゃあ。いや、大丈夫大丈夫だよ。だってママとママなんだよ。こんな夫婦は嫌だって言われる。ああ、いや、いいよ。だからそういうのしないじゃん普通。みんなしないこと通りやっても意味ないから。うん、確かに。うん、かっこいいね。そう、エロいこと話さないとやね、やっぱ。そう、ミニック生まれて、生まれるし、なんか発覚した時ってさ、お互いどういう感じだったっけ。まあ報告会みたいなスタイル。なんかいきなり朝電話かかってきてっていう感じだよね。そうで、あ、なんかでもさ、これさ、多分言えない人っていうの多いんじゃないんだ実際。ああ、なんていうの、なんか全員が全員さ、準備してできる、まあ俺らもめっちゃ準備してできたわけじゃないからさ、実際さ、準備しなくていきなり発覚してみたいな、報告できない人もいるんじゃない、報告しづらいみたいな。まあ怖い。その実際さ、報告してくれたじゃん、その時ってさ、もう発覚した瞬間に報告したのか、ちょっと2、3日経ってから報告したのか、実際、聞いたことないけど俺これ。瞬間。でも朝じゃなかった、結構。そうだね。しかもあなたの家から帰宅というか、仕事先に向かうときに、朝めっちゃ早くに、前日ご飯食って、ただ単に一緒にマジで寝るだけなんだけど、寝て。そこ言うと変になる。ちょっとだけ触って、寝て。確かに1回でその「じゃあね」って言って、また今度って言った後に、いきなり電話かかってきてって感じだったよね。で、俺なんか確かに、でもその時にだってさ、朝バイバイって言ってさ、電話来ることないじゃん。あ、なんかそれなんじゃねって思って、渡ってた。あ、そうなの。うん、わお。まあでも体調悪かったりしたからね。あ、そうだね。うん、普通に。で、俺どんな反応したっけ。めっちゃ冷静で、食事の前までは別に、じゃあもうなんて話してなかったから、結構怖かったよね。ああ、俺そんな冷静にしたっけ。すっごい冷静だった。どんな感じに対応してた。連絡してねみたいな、その検査薬で出たし、病院でも出たんだけど、その内容の報告待ってるねみたいな。冷静って実際なんか、俺パニックになることあんまないから、カフェイン飲んでパニック障害みたいな発症したかもしれないけど、パニック障害とかたまになるけど、実際そういう時に何も、確かに冷静になっちゃうね。
で、その日の夜にどっか行って、うん、話したって感じだよね、ちゃんと話したね、うん、珍しくそのご飯行って、うん、なんかいいんじゃねみたいなこと言っちゃって言ってたねでもなんかかっこよかったけど、あ、かっこよかった、なんか潔いことだけを言ってくれた感じ、あ、確かにかっこいいんだよ、うん、うんうんうん、同意、チンポなんかちょっと入れてくるのよかっこいいもんだって、チンポ他と違うんだ、あ、いや、他見たことないけど自信がある、あ、かっこいいなって、あ、そう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 かっこいいよ綺麗だよねいや、俺そんな生々しい話してないから、今まで、あ、分かったチンポの形は俺のネガチンは言ってるけど形綺麗まで言ってないから、分かった、うん、形綺麗なキャラになっちゃうからいないからそんなキャラこの話どうでもよくて、あ、確かに、まあでもそこはすんなり言ったかもね、だって俺も別にさ、あ、だって正直そんな子供育てたいなっていうあれがあったし、うん、実際結婚したいなと思ってたから、うん、なんかもうそこはすんなり言っちゃって、なんならあざすって俺プロポーズとか多分緊張してできないから、そうなの、できないよ、まあなんかきっかけじゃないけど、なんか、うん、そうだね、うん、言い方間違えて炎上したとかね、そうだねきっかけっていうか、なんかもともとあったからね、実際本当に、あ、じゃあそうだ、妊娠実際 なったじゃん、子供を授かって、うん、で、その後が大変じゃん、そうだね、え、大変なことは何かあったの、つわり、あ、つわり、なんか一緒に会ってる時確かになんかずっと胃が痛いって言ってたね、そう、なんか日中仕事中、接客が終わった瞬間に、接客中はなんかこう気持ちが入ってるからいけるんだけど、接客ってさ、うん、何してるか言わないとなんか変な風になっちゃうからね美容、あ、美容、美容って笑って笑うでしょ、別にいつだって笑ってる、あ、いや笑ってるけど、いやなんか揚げ足取ってごまかして変な風に言ってるみたいな言われちゃうから美容系の接客の仕事なんだけど、うん、お客様を見送った後に、うん、やっぱ気が抜けるから、うん、超気持ち悪くなって、あ、その接客中は別に何もないんだ、そう、なんか気持ちが入ってるからね、終わった瞬間に、うん、もう気持ち悪さが来て、這いつくばってトイレ来て、あ、マジで、お客様が来たら戻ってみたいな、二重人格みたいな、俺によくさ、うん、辛いこと言ってって言うけど、うん、言ってないね、それあ、そんなことになってたんだ、いや、それきついね、確かに、あと食べづわり、食べづわり、なんかもう食べたくてしょうがないのもあったし、のわりに太ってなかったね、入ってもいたから、あー、食べても入っちゃう、なんかごちゃごちゃだったね、あの時は、え、何がさ、うん、いろんな制限があるじゃん、まあ、例えばお酒飲めないとか、生も寿司くあんま食っちゃいけないとか、うんうんうん、どういうのがきつい、まあ、お酒飲めないから好きだから、いや、これまた加速させちゃうね、このそうだね、あ、待って、あなた味方揚げ足取りみたいになってるだって2人でさ、どっか行くってなって、うん、まあ、例えばディズニーランド行くってなってさ、うん、昼からビールとか飲んでんのが楽しかったもん、普通に、うん、そうだね、確かにそういうのめっちゃお互い好き、でもそういうのができてない、できなかったっていうのはあれだね、きついよね、そうだね、うん、あと体型の変化、これは未熟な悩みで あんまり共感は得なそうだけど、うん、好きな服を着こなせないこととか、女性として体型が変わっていくことに、はいはい、なんかあんまり気持ちがついていかなくて、あ、でなんかその感覚自体が未熟で病んでた、はいはい、なんかもう自分がママとしてすでに失格、え、どういうこと、あ、そのお母さんとして見た目的に受け入れられたのは、もう臨月入ってやっとぐらいだったかな、私は。それまでやっぱり辛かった、臨月だいぶ最後じゃない、そうだね、なんかすごい自分が愛おしくなったのは本当に最後の方で、確かになんか普通さ、うん、お腹でっかい時に写真撮る人とかいるじゃん、1ミリもやりたいって感じ出してなかったもん写真撮ろうとしたらなんか怒ってたしね、結構お腹めくるだけでちょっとキレられたもん、そう、なんか見られすごい愛おしいんだよだって、ああ、一個言っていい、俺見たことないもん、そのお腹張ってる時生で見たことないそうだね、え、そんな人いないんじゃないの、いないかも、あ、こういうこと言うと、あの、表面上だけで付き合って結婚したバカな夫婦って思われちゃうね仕方ない仕方ない、見てないもんね、見せたくなかったんだ、あんまりね、まあでもそれは人それぞれだから確かにある、今まで体型管理してたからっていうのもある、いや、なんか全然関係ないんだけどさ、うん、結婚しましたってさ報告した動画あるのね、うんうんうん、その直後ぐらいにタスクって知ってるじゃん、うん、動画撮ったんだけど、うん、あの人がさ、うん、あ真似してて、え、何似てるか判断してほしい
あ、分かった。これえ待って、これで似てんのこれ。え、これ見た目だけ。ああ似てるって言ってあげたいよね。あ、さ、酒飲んでる。これなんか確かに言われちゃうわ、なんかちょっとそれっぽいね。私的には似てないけど、俺的には似てない気がする。そこも含めて真似してくれてる。あー、確かにそうか、胸毛ぐらいしか似てないな。いやいや、似てないけど、うん、似てたとしても、うん、似てるって言いたくないね、これ。あー、じゃあ付き合ってた時の話したことないよね、うん、実際何してたっけ。12月ぐらいにさ、俺アメリカ行ったって、俺ずっと一人で行ったとかなんかふざけて言ってたんだけど、うん、あれ一緒に行ったね。うん、英語ペラペラだったんだよね、うん、いや全然違うんだけど。いやちょっとね、俺あれキレてたよ、なんか途中。え、でもこれは私も1個あるけどね。旅行中俺なんかキレた覚えあるんだよ、本当に。結構一番キレたぐらいキレてた気がする。でも体調悪かったから。あ、出会って中で一番キレてた自信あるもん、あの時。あ、本当に、うん、しないミスみたいのを私が連発してたんだよね。あ、そう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 、マジでしょうがない。だってさ、いきなりアメリカ行こうぜってなって、うん、で慣れない土地で体調崩したりして、うん、いろんな忘れ物とかめっちゃしたりとか、ホテルに服を忘れたりとか、うん、なんかモバイルバッテリーを入れちゃいけないスーツケースの中に入れたりとか。で、いろいろそういうのが重なって、で、俺がなんか必死に対応してる間、うん、まあ確かに妊娠したからしょうがないわ、それは。座って待ってて、今考えたらしょうがない、それは。でも対応してくれてありがとう。うん、なんでこの人何もやんねえんだと思ってキレしたら。違う、何もできないんですよ。英語話せなくて。え、どんな感じだった俺あの時。でも、うん、キレてた、うん、なんかすごいんだろうけど、無言でなんか近寄ってくれないみたいな。飛行機待つ時間とかもさ、うん、違う席で結構離れたところで座ってたもん。そうだね。それにもキレてたもん、なんでこの人こっち来ねえんだよって。私は怒ってるんだと思って離れとこうと思って。あ、そういうことね。いや、でもキレたのそれかな、一番。やっぱり英語話してるところ、すごいさ、日本語と違ってすっごいはっきりしてるじゃん。あ、そうなの。めっちゃ見たいけどね、もっと。見せない見せない、そんなんできないし。え、なんか言おうとしたことなかったよ。あ、でもやめたく。え、一個言って、お願い、お願い。なんか燃えちゃいそうだから。え、なんで、何燃えちゃいそうって。いいっていいっていいって、いや、いや、今はめっちゃ素敵なパパだって思ってるよ、最近は。でも当時はまだやっぱり自覚はない。私のお腹もそこまで大きくないから。あー、確かにそういうことで、なんかあれだよね、俺も確かにその時ってお腹にはいるっていうのは分かってたけど、うん、その大変さっていうのをちゃんと理解しなかったから、自分勝手な行動したかも、確かに。そうなの。結構ね、最初そうだったんだけど、うん、それはちょっとね、確かにすいませんね、申し訳ないです、ね。なんか私がお腹痛いって言ってるのに、うん、お腹すいたって言って、ウーバーイーツ見てたの。それが私すごく印象的で、それ、うん、めっちゃ心に残ってた。よくあれ、あれか、なんか妊娠してる、恨みみたいな。あ、そう、危ない危ない。確かに。でもね、そういう人でもこうなるんだっていう。あー、フォー頼んでたもん、その時。そうだよね、フォーとチャーハン。覚えてるんだ。フォーとチャーハン頼んで一人で食ってたもん、確かに。あ、そうで、マジで腹減ってたのは本当っすよ。それは知ってる。長時間移動時間があって、で、めっちゃお腹空いてて。分かった、ありがとう。分かってるよ、ちゃんと。でもいいんじゃない。あ、いいね、正直に言った方がいいね、こういうの。俺その時確かにそんなさ、ちゃんとした自覚が正直なかったかもしれない。そうだね。うん、だから俺もあんまり分かってなかったから、その大変さとか、うんうんうん、赤ちゃんこれから生まれるっていうことしか考えてなかったから、もちろん大変って思ってたけど、その実際本当にちゃんと理解できてなかったかもしれない、うん、それ申し訳ない。ね、申し訳ないっすね。で、切れてんだ俺。そう。まだこれなんか妊娠してから決めたわけじゃん、もともとめっちゃ前から決めてて。決めてた。だから別にいいよ、大丈夫だよね。うん、話さないから面白いね、これが回ると。あなたが話せるようになる。え、なんか常に話し合いみたいな感じじゃないじゃん、私たち。ああ、ないね。だって今のも初めて聞いたもんね。言われなきゃわかんないから。あ、そう、でもそれはそうだね。付き合った当初の話ってした？あ、してない、あんまりしてない。何してたっけ、普通に。ご飯食って、夜ご飯食いに行ってただけか。夜ご飯食って、もう健全に解散して。、うん、健全に、うん、仲間になろう。なんか普通に初日で寝てて笑ったみたいなこと書かれてたの、コメントで。何？出会った最初ら辺でびっくりしたのが、うん、朝6時に、あー、
出勤して、あの仕事しに行ってたみたいな話したじゃん。ってことはもう初日寝てんじゃんみたいな必然的に、ね、うん、実際朝解散したって言っただけだから何も言ってないもん別に、うん、そんな変なことしてないからするわけないし。じゃあいい方はちょっと今まで悪いことばっかりしてたから別にいい思い出しかないけど、ね、まあまあそうだね。俺なんか今まで国内旅行全くしたことなくて、うんうんうん、確かに出会って初めて行ってるかも。あーめっちゃ行った、カピバラとかね。あそうそう、あカピバラも俺動画で言ってたんだけど、カピバラのホテルとか、うんうん、それも一緒に行ってんだよ。てか今までこの1年ぐらいずっとなんかホテル泊まってみたいなこと言ってたやつは全部一緒に行ってるね動物園とかさ、うん、ミーアキャットカフェとか。ああそうだね、そういうとこいっぱい行ってるよね。でなんか京都でめっちゃ飲まされて、うん、人生で一番記憶なくなっちゃったっていうのあるかもしれない。うんうん、すごかったよあの時。本当？うん、面白かった。トイレに連行しようとしてきてなんかおしっこするとこ見てて。え？ちょそれやばいってそれは。え？おしっこするとこ見てて、食べるとこ見ててみたいな。あそうなの。でもでも出ないって。ああ。したいのに出ないって言ってっていうのを無限ループしてたの。で弟くんに鬼伝して。ええー。本当、うん。すごかったよね。絶対変なやつ入れたっしょ。入れてないよ。だって翌日。すごいしんどそうに。確かにね、京都観光。しかもまだその時、いや仲良かったけど多分 2,3 ヶ月目とかじゃなかったっけ。うんうんうん、だから気持ち悪いって今以上に言えなかったから、なんか気使ってね、マジで気使って京都観光一緒にしちゃう。でもまあ出てたけど大抵旅行行くめっちゃ楽しいんだけど、誰かさめっちゃ酒飲ましてくるから大体その記憶がないんだよ。あんまり飲まなくなったよね。あそうだね、冷めても。自我が出てきた。あなるほど。なんか俺の面白い話ない、なんかやばかったそのおしっこ見ててみたいな話。おしっこ見ててみたいな話あれじゃない、こんな俺でごめんねみたいな。え俺そんなこと言ってないって言ってないんだ。だって言ったじゃん。靴舐めるかちょっとあ本当にそんなこと言った覚えない。いや嘘つきすぎたら。もう冗談だけで嘘ついてる。これよくないそんな。え何なんだろうね、そんなこと言った覚えないけどね。え今だったら逆に上から言っちゃうからね。こんな俺でよかったです、ね、うん、よかったこれ聞いてきてよ、付き合ってさ今まで、うん、まあ言ってしまえばさ顔出てるからさバレることもあるじゃん。あなんか身内にバレたりしてない？バレてるよ一時期なんか言ってなかったっけ、 YouTuber の人と付き合ってるみたいな話をした時に、うん、おばさんからどっかの店で YouTuber なんてやりちんがなんとかなんとかみたいなYouTube 出てる人なんだね確か。それ大丈夫分かんない、誰とは言わないけど、うん、YouTuber に出てる人が、 YouTube に出てる人が、うん、俺のいないところで変なこと言ってたんだよね、うん、なんて言ってたの？いやまあやめなさいと自分を大事にしなさいそんな傷ついて終わるんだからああ感じだったよね。傷ついてる、傷ついたこともあるけど、ね、俺も傷ついたことあるけど。あ、本当？ないよ大事にされてない？ああ、じゃあないっすね、うん、じゃあ言ってやりたいな、目の前で何言ってんだお前って低評価をしといたよ、その人に出てるやつ俺は分かってんだよっていういやーだからそうなんだよ、なんか悪いことがあったら、いや、俺は言わないけど動画とかでは、うん、分かってんだよって全部だけ伝えとくわ、ちょっとかわいいもし何かあったらね、俺きっかけで何かあるかもしんないじゃん、うん、言わないけど分かってるよっていうあれだよね、うん、でもなんかサプライズとかしたっけ、してないか。付き合った時にお花みたいのくれたけどさ、ああ、その時くれなかったよね付き合うっていう時に俺告白しようとしてた日があって、うんうん、夜ご飯食べに行ってその後に告白しようみたいな計画を自分の中で立ててたのね、うんうんうん、俺その時に言えなくて、緊張しすぎて言えなくて、だって人生でしたことないからさ告白っていうの、やべえどうやってやんだろうってなったら終わって、うん、でまあ何もしないけど朝になって何もしてないけど朝になって、で俺その日の夜に呼んだよね、なんかまた会えないみたいな。あ呼ばれた。でそれで行った覚えあるわ、追い込んで自分を。そう言ってくれたね。なんて告白した俺、思った感じ。つ付き合ってくれます。ああはい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 、欲しいんだよねだった気がする。え、そんなこと言ってた？上から言ってんの俺。いや、上、結構なんか緊張してた。ああ、はいはい、確かにその時に花も用意したけど緊張して渡してないって話だよあ
産むときや、出産するときや、うん、あ、でも話したっけ、それ話したそうだね、俺がめっちゃ泣いてたやつだよね、全く一滴も流れてなかったちょっとなんか泣いてほしいじゃないけど、あー、いやなんか俺もね、いやなんかね、いやもちろん感動したよ、あの時は、うん、感動したんだけど、俺マジ人前で泣けないんだよね、そのあんまり、いや、そうそうそう、泣いてるかもしんないけど、極限に酔っ払った時とかしか無理なんだよね本当に素の状態で俺ほぼ本当泣けないかも、泣いてない、泣いてない、こんな俺でごめんねの時泣いてた、あー、まあいいっす、そんなそれちょっとやめてまあ確かに涙は出なかった、なんかすごい、もうすごいっていう、なんか勝っちゃって、うん、うん、頑張ったみたいな、ね、頑張ったね、うん、普通に、た愛情表現と仕方はえ愛情表現の仕方、愛してるよって言うとかじゃない、言われたことない、ちょっと待って結構みんなすごいね、前儀って必要ですかそのカップルの、あだからそのコーナーだ、それはそれ特集でやるしかないね、それは、あーなるほどね、エロい方がさ、うん、お互いめちゃくちゃ話せるんだろうねまだ真面目な話しようとすると詰まってきちゃうもん、もうだからそれは別動画でちょっとエッチな質問コーナーめっちゃニヤニヤしてるなんか童貞だねあー俺童貞感ある、ある、え、いつもある、え、どういうところが、常日頃、あー、なんか何なんだろうね、ソロを直すには、うん、何をしてますかっていいよ、受け入れるしかないよね、そういうのは今度で、うん、あれ、あれは将来の話を、将来いいね、うん、いや今はずっと過去の話してから、見に行くための話だよね、うん、将来が楽しみだね、確かに、いや分かんない、他の家庭は知らないけど一番愛されてる、二人に愛されてる自信あるよね、見に行くさ、うん、あ、そうだった、うん、なんて、俺ら最近笑うもんね、いやそうそう、最近笑うようになってね、普通に、あとみんなが教えてくれた綿棒を、お、おし、おし、おし、穴に何か刺してなんかくるくる回してうんち出す、あーお尻の穴に、あーやばいやばいってお尻に綿棒を刺してぐるぐる回したらうんち出るみたいな、あれ試したらめっちゃ出てきたわ、確かに、ね、一大イベントだよね、うん、ちょっと楽しみだねてかあれやんないと逆に苦しそうだもんね、ちょっと踏ん張ってるよね、常に、うん、じゃあお互いされて一番嬉しかったことは、わー、え、わかんねえな、そう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 、そんなに、あーでもまあ俺はあれだね、完全にもう印象に残ってるのは、俺マジで温泉とか行ったことないんだよね、人生で、人生で本当に温泉とかそういう旅、なんて旅館でもないけど、なんかそういうところに俺本当行ったことなくて、うんうん、で誕生日の日にさ、なんかめっちゃいいホテルのお風呂付きの部屋みたいな取ってくれたじゃん、うんうん、温泉付きのね、あれめっちゃ最高だったね、本当に、うん、じゃあまた行こう、うんあーいい、かわいいね今の言い方、かわいい久しぶりに行ったわ、久しぶりってか言われたことはないけど、うん、もっと褒めた方がいいんだよ、ああごめんごめんごめん、確かにね、私日々多いんだけど、うん、嬉しいことが日々多すぎちゃうけど、うん、あ、それね、日々多いって言って実は思い浮かんでないやつだ、それは多すぎてね本当にでも誕生日とかも嬉しかったけど、ああ私的にはああアメリカの旅行で先陣切ってくれてたのが、ああすごい楽しかった、やるしかないもんね、あんなの言い方いや、もちろん妊娠してたし、途中から体調悪くなっててかさ、うん、体調悪くなって、もちろんしょうがないけどさ、それは、うん、しかもいいって言われてたし、うん、俺一人でディズニーランド行って楽しんでた、そうだよこの人ディズニー一人で行ったのいやだってしょうがなくない、もうそれはもういやしょうがないよ、うん、でもガーディアンズ何回乗った、え、何が、あのアトラクションが最新のやつがあるんだけど、うん、5回ぐらい乗ったね、あれすごいよね、うん、楽しすぎて俺なんか楽しいって言って、うん、言ってたんだけどマジ一人で乗ってたからね、あれ、そうね、うん、でも実際本当に行ってって言われてたもんね、うん、海外行ってさ、横にいてたんでちょっと、うん、ね、チケット買ってくれたし、あ、そうだね、確かにね、いや、すげえ高かったね、しかも2人でなんか5日でチケットだけで15万とか10万だけ忘れたけど、それをちょっと無駄にできないなっていうのと単純に行きたすぎて、うん、でもあそこは最高の空間だよね、ホテルに置いて1人で楽しんでたり、確かにそれはいいけどさ、なんかすごいさアメリカ行ったよねみたいに言うとさ、うん、まあ寝てたけどね寝てたくせにみたいなこと言ってくるよね、いつもそうだね、確かにお腹に赤ちゃんいるっていうのをちょっと忘れてたわ、それは
あ、でも一応薬とかね、買ってね、ホテル部屋に置いて、薬だけ置いてけいいかっつって、さっそうと、みたいな、うん、行ってきますって、また行きたいかも、うん、あ、そうだね、行きたいさすがに、突っ込んだやつ1個聞きたいな、なんか、いっぱいあるじゃん、突っ込んでみて、経験人数何人ですかって、あ、それよくないもん、そういうこと言うの、そう、なんか自問自答すんのやめて、なんか前もやってたの、それ。確かにそう考えたら俺人に偉そうなんて言えねえな。確かに妊娠してからの期間そんな別に配慮できてる行動してないもんね別に。あ、うん。最初からここまで素晴らしいわけじゃなかったのは逆にいいことなんじゃない。ああ、うん、そういうことね。確かに最初から配慮できて、ね、やらなかった。今思い返したらそれは確かに反省してるちょっと。いや私も言わなかったから。ああ、うん。それは反省、うん。一緒にお風呂入ったことありますかって。ない。一回もないわ。ないよ入りたくないわ俺多分なんか人と恥ずかしすぎて恥ずかしいの、うん、なんでいやおちんちん見られちゃうやっぱ大事なんだいやなんかいやベッドで見られてんのは別にいいんだけど、うんまあ、ベッドとかで見られてんのはいいんだけど、うん、なんかお風呂一緒に入りたくないんだよねなんでなんだろうなんだろうね私もとてつもなく恥ずかしいよね、うん、なんか洗ってるとことか見られたくないくないお互いにさ、うんの洗面所に入る扉さえ閉めてるもん、うん、あ、そう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 今入ってるよっていうあそう、入ってくんなよみたいなうん私風呂投げしえ何なんて言ったのあ、間違えた間違えたあ、本当に聞こえなかったあ、風呂投げしって言っちゃった長くないあ、ドライヤーがあー、そういうことね髪長いししょうがないもんね、うん、一緒に風呂入ったことないなんか入れないな、俺でも入る方結構多いんだよねなんかさ、洗ってる姿がとか滑稽でじゃない結構うん、ちゃんと洗ってそうですねいやいやいやあ、まあちゃんと洗ってるよチンコとか洗ってんのさ、普通に剥いたりしてなんか洗ってさそんなのさ、目の前でやってたらさ、無理でその洗い残しばっかになっちゃう、多分一緒に入ってたら全部洗い残しちゃうから逆にできる、そんな目の前でできないえ、なんかそこをささらけ出してないって言われるかもしんないけど夫婦なのにそれ必要ないよ、それってそうだね、でもない方なんじゃない。そういうので言うと、ああまあまあ確かにそっか。ケツ揉むぐらいじゃない。揉んでくるよね。あ、ケツ揉むぐらいいいんじゃない別に。まあいいんだよ。いいけどお風呂はちょっとダメかも。俺もちょっと無理かもしれない。なんか何年経っても無理かも別に。俺もなんかあいやいやその意地張ってるとかじゃなくて、うん、一緒に入ることでなんかいいことあんのかな。洗い残し増えちゃいそうだけど普通に。実際だって絶対2人でいたらさ、うん、1人の時よりはさ一生懸命洗えないじゃんなんか多分すごい一生懸命洗ってそうだってこんなさ、ま、こうやって開いてさ、うん、背中とか洗えないじゃんまた開いて逆に興味出てきたんだけどいやいやいやお風呂の湯船に使ってさ、うん、プカプカできなくない最近ハマってるんでしょあそう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 可愛いなと思ってるよどういうことあえそれはあるかな確かに風呂入ってないなんかそういう夫婦のさあのそれエロ系のやつ話しかないそうかそれもちょっと期待しておいてもらってじゃあありがとうございましたえもうないよねなんか妊娠期間でなんか伝えたいことはなんかみんなにアドバイスはないよなんかこれから出産控えてる人もたくさんいるから男性側にはあるかもあ両方両方両方俺のその初期のそんななんか配慮できてない行動を含めどうし男って分かんないから多分実際そうだね、うん、なんか分かんないなりに毎日こう蹴られたりとか、うん、ちょっと体調悪いとかいろいろあるわけよ、うん、その変化をなんか聞くだけでも、うん、聞いてくれるだけでも全然違う気がするあーその今日はどうなのみたいな、うん、今日はどうだったそういうことででも聞かれることがプレッシャーな方もああ難しいかもしれないけど私はなんかこれを聞いてくれることでこの人も楽しみにしてああそういうことねああ干渉無関心じゃなくてそう関心を示してほしいってことだそう、関心を示してほしいな、うん、そこまでの関心がなくても、うん、なんとなくルーティンで聞いてあげてほしいって思う、うんうん、そうした方がいいようん、あと、本当に同じ感じなんだけど、うん、なんか僕も楽しみにしてるよああ。とか伝わるとすごく楽しい関心感になりそうだからその、できたてじゃないできたてじゃないみたいな発覚したてとかは今まで実際本当にマジ経験ないしさどういう状況かも本当に自覚がなくて本当にいるっていうのが想像できなかったから何もできてなかったかもね、うん、そう考えたら、うん、女性は女性女性に何
え、これから頑張ったりか、なんか1個ある。何？子宮口を柔らかくする体操とかがあって、うん、あの、ほんと臨月とかでいいんだけど、はいはい、私それをやってたから、うん、切開をしないで埋めたのね。うん、いや、こんなんで変わんのって思ったりしてたんだけど、はいはい、それがあっただけでだいぶ違った。産んだ後も柔らかくするマッサージ、マッサージとかストレッチとか。ああ、ちょっとここでやってみて。ちょっとダメあ、そういうことね。オイルとかがあるのね、専用の。それを塗ったりとかをやっといてよかったってめっちゃ思うから、うん、あ、じゃあこれからその産む人は、うん、生まれる予定がある人はそれやった方がいいみたいな。そう、あと乳頭マッサージもやれって出てくるし、病院でも言われるけど割と舐めてたの、うん、あ、はいはい。でもやっぱ産んだ直後に授乳が始まるから、うん、それに合わせてやっておくと、うん、本当に楽だと思う。あ、楽？後から楽？楽だと思う。確かに実際になってみると分かんないもんね、その最初とか。確かに男は関心持ってね、ちゃんと、うんうんうん、俺みたいにならずに次、ちょっと大人な質問コーナーで、じゃあ、うん、バイってバイって言ってみて。バイ、ヒカキンさんのモノマネしてみて。それ私にもやらせない